S 級初戦、6番車の森田がまずは前で待ち構えます。7番の藤井が中段にいて、動いたのが鶴陽生、九州勢一本棒を崩していって、残り800気づいた森田。さあここで1番車の鶴が抑える、7番車の藤井も上がっていく。6番車の森田が現在は3番手の内目、アウトコースに7番車の藤井です。3番手外からくさびを打って、近畿勢がここでジャンデ主導権を握りました。6番車の森田ちょっと詰まったか、金が入って3コーナーから4コーナーに向かいます。7番車の藤井先頭、5番手からは6番車の森田、ここから反撃開始、関東勢一気に外を通ってやってくる。前で応戦していくのは7番車の藤井、藤井と森田の力比べとなってくるか。残り1周を切ってスピード勝った6番車の森田、森田がここで叩き切りましたか。この後ろには4番車の鈴木、内目には7番車の藤井が絡んでくるか。いや、ここで関東勢3車そっくりとできりまして、あとは後ろから1番車の鶴、その1車前で2番車の筒井が切り替えていくんですが、軽快に飛ばしていく、スイスイ飛ばして6番車の森田、番手先行4番車の鈴木で最後の直線に帰ってきた。先頭森田、森田先頭、最後は鈴木が並んだか。